おはようございます。西田渉です、えー。9月の18日、水曜日いかがお過ごしでしょうか。全日収録しております。というとこで、えー、っと、え、今日なんですけども、まあ、いえ、早速もう行きましょう。えっと、これ、表題にあります通り、R5 マーク2でちょっと撮影しますっていうだけのお話。<laughs> えっと、今日、なんか息子の、なんかたんん、お誕生日発表会みたいな、なんか今なな、なんて言うんだろう、保育園でお誕生会があり、 で親も行っていいいらしいんですよ、ね、まあなのでなんか妻はムービーを撮りますということでじゃああなた写真ねみたいな写真担当なんですけどまさにあっと思って r 5マーク2がまさにこういう時。 まあ、でレンズはもうこ,これでいこうと思って、まあ、今時、まあ、まあ、とね他のねあの、まあ、ご,ご学友といいますかあのお友達とってあげて、まあ、知り合いのお父さんとかにあげてお,お父さんお母さんにあげてもいいんですが、まあ、基本的にはあんまり写んない方がいいっていうか、ね、もうこうやってわっと撮ってて、ね、ほ他の保護者からすると、ね、自分の子が撮られてるっていうのは、まあ、あんまり芳しくない形もあると思うので。 あのまあ、自分の子供だけを抜くってなるとこの100500の方がいいかなとやっぱ1500は結果一番いいですねこれは確か7200でいったもののやっぱもう一歩欲しいなっていうところがあったんですよねなのでまあやっぱ5メーター以上離れるとこの100500っていうところがもうマストになるかなとそれだったらもうバスタップ狙えるんでで、えー、前以前、えー、とキャノンさんからお借りしてた時に 顔を今登録できるんですよ、ね、なんでで AI でその登録した顔はもう絶対その顔を狙いますみたいな感じ。てことってえー、っと優先する顔をさっき息子の顔を登録してなんで明日からめっちゃ楽ですね。でこれいいのがあの今、えーっとまあ、ここでここちょっと細かくて分かんないと思うんですけどもここにオートフォーカスでロックみたいなあのマークがあるんですよ。それにすると今例えば顔の、AI 顔の認証の部分とかをのトラッキング瞳 F とかそれをオフにする機能っていうだ要はここのここの,この AF ポイント AF のポイントの部分しか、まあ、狙いに行きませんよっていうっていう風になるんですよねだからそこで AF でまあ切り替えちゃえば今度は普通にまあ顔認証もするっていう風にこにロ,ロック解除をして AF を切り替えちゃえば今度はもうそのトラッキングをしてくれるでロックにしちゃえばそのトラッキング解除みたいになるので。 いや、はや、これ、便利ですね。なので、例えばですが、えっ、ー、と、明日、あ、今日か、今日、息子だけを狙うときは、ロックを解除しておいて、もう息子の顔は登録してあるので、R5 マーク2に。もう徹底的に顔を追いかけると。で、あとはちょっとお友達も含めて、撮ってあげようかなってなったときには、まあ、基本、息子を撮っておいて、あと、画角内にお友達を入れればいいだけなんですが、なんていうのかな。まあ、例えば、えっ、ー、と、息子の、 あの顔を狙うんじゃなくて何か手元で何かをやっていたとかっていう時の手元だけを取りたいってなると顔に引っ張られちゃうと困りますよね。その時なはえっと、ロックをかけて瞳エフとかを発動させないようにして、その、え、オートフォーカスのポジションをそこの手元とかだけに持っていって手元にフォーカスを合わせると。こういうこともできるので、なんかちょっと分かってきました。やっと今最新の <laughs>、あの <laughs>、 えーとキヤノンの A f の操作みたいなところが恥ずかしいですねあの慣れてないっていうでもちょっと分かってきたので今日そういった意味であのパパカメラ的な感じでやることによって多分これからのまあ僕の基本キヤノンでまあこういうレンズ使って撮るみたいな作業っていうのはこういうことが増えるのかなっていう感じですかねあとはまあ基本的にそうですねなんかそういう。 連しななきゃいけないけっていうようなことで撮るぞってなった時にはもう絶対こういうのであの撮ることになるので、まあ、これからもまあなんか機会があればやっていくとは思うんですが、まあ、基本はなんか現状、まあ、子供の記録っていう形でキャノン機が出ていくっていう感じですかねなのでやっとこうまあ購入して初めてちゃんとこの RF レンズをつけて 記記録録をしていくやっぱ記録ですよね表現っていうよりかはほんとアーカイブ化していくような作業とかその瞬間を何か収めるとかっていう時のカメラって感じなんですかねでもそういう時には本当に安心して任せられるカメラになっているのかなとまあバッテリーライフはねちょっとあの <laughs> まあまあって感じなのかなっていうところありますがまあそれでも。 いいんじゃないででしょうかかって感じですかねなのでもうこれだけ持っていく感じですで近くが必要だったらただからもう今の時代こういう感じですよね、まあ、iPhone16Pro が手に入ればまあ 15Pro でももう十分なんでこれと近接はこれで、えーまあ、今日のトークはこれっていうやっぱ形勢もそう重たいですね何キロあるんだろうこれよいしょよいしょドンあ2キロ超えてますねやっぱね 2.2134g ってとこですかね 2.1kg だからまあやっぱりちょっと忍者スラップの厚い分厚いやつで持っていって撮影って感じかな、うん、ちょっと一歩間違っと最近手首も弱いからなんか手首やっちゃいそう <laughs> 弱いって感じですかねなんかもうなんか形で持つ痛い 持ち方も気をつけないとやっぱ本当カメラって危ないですよね検証炎とかなりますよね皆さん大丈夫ですか結構ねこう重たいレンズとかだから 3m3m のリミットを入れといた方がよさそうですねどうせ離れてとるからなんか手首あれだな昨日バスケの試合したからかもしれませんがなんか重たいやっぱ片手で 2kg 持つってやっぱ大変ですねほんと慣れなんでしょうけどうんこんな感じで ちょっと撮っととてこようかなと思いますまた取った結果などはあのご報告しようと思いますしまあ本当にもう多分想像あの前あの僕の友人の中尾君っていうねそのバスケの時をちょっと取った時にもまあ本当押すだけでしたから7200で明日もあ今日もね今日も多分もう押せば移るっていうで連射も必要ないかなって感じですね下手に連射してもね カットも増えるだけなんで、まあ、JPEG でいいぐらいかもしれませんしまあ一応ローで取っておいてあとダーッとセレクトしてダーッとバッチ当てちゃえば本当露出もホワイトバランスもねあの多分キ n ノンのね誰かが言ってた人もいたんですが X だったかなスレッズだったかキャノンのいいところって、まあ、よくね肌って言うんですけどまあオートホワイトバランスがめっちゃ安定してるっていうね連写しても本当あの 例えばまあ明日多分フリッカーも多少関係あるかなまあそのフリッカーの対策もいいしでその色の今ズレ具合みたいなところも非常にないっていうでマゼンタのノりがいいからセンサーの味付け的にねなんで人肌もちょっと赤みがちゃんと入ってきてくれるっていうところでまあその安心感ですよねだから僕もなんか r 5ツ2をこうやって手に入れたからなんか本当 もこれでもバスケ取った時にあんながっつりバスケってやっぱ自分がバスケってするもんなんで、まあ、それこそ昨日昨日一昨日かもう、まあ、バスケの試合ちょっと出たぐらいなんでバスケってするものなんですねだから取ったことがほとんどなくてですね大体試合やってるんでとか練習してるんで自分で取ることないんですよねで改めて取ってみたらえっ、ー、っていういや多分これ普通難しいよなっていうだけど まあ、AI で入れておいて、まあ、中を組んだら中を組んで入れておけばダーって撮ればめっちゃ映ってるっていうしかも JPEG 一発なんだけど、まあ、露出もプラマイゼロで撮っておいて、まあ、あと3分の2明るくてもいいかなと思った反面いややっぱこれぐらいかなみたいなねなんでまあ、うん、そうなんですねヒストグラムはちょっとアンダー目だったかなとはいえかなり、うん、安定だから露出も安定するしホワイトバランスも安定するから非常に 絵としして成立しますよねなので今日も多分あの息子の記録みたいなところもまあ引きでも撮りますがよ、まあ、りでももうドンピシャでズームすると大体露出って変わってくるんですけど本当安定してるんですよねだから今日はちょっとプラスに振って,って撮ってみようかなっていうふうには思ったりしておりますのでそういった形で今日撮ってまいりますまあで撮った感想みたいなところを改めてまた、まあ、写真をねちょっと見せることは多分ないと思うんですが 撮った感想などなどをちょっとメインチャンネルの方にあげるかまたこのサブチャンで結果報告感想ですねこんな感じですねっていうどうですかね最近届いてますかなんか届いてるアルファ a r k II って手に入ってますま,まあ20名のロット来るんですかねで半年待ちとかって言ってましたけどそうだからなんか今あえて隠してるんですけどそこまでする必要ないですよって言われることもあるんですがなんかね あのー、まあ買いたくても買えない人とかいるからちょっとわざと塞いでるっていうのとなんかあんまりなんか R5 マークズどやっていうのもなんかね <laughs> 難しいですよねこういうのってこうまあ実際買わない人が結構こうなんか言うことが多いんでしょうけどねうんなんか言われたらへこむから嫌だなと思って最近隠してます <laughs> まあ こんな感じです。ので、ちょっと行ってまいります、ね。ということで、今日もスカーかのスクリッカのクり下さい。西田でした。どうも。